環境に優しい小型の電気自動車で街並みや自然をめぐるサービスが高橋市成和町の福谷地区で始まりました昨日う、旧福谷小学校で出発式が行われましたクリーンスローモビリティとは時速20キロ未満で行動を走る電気自動車を活用した移動サービスのことで環境に優しくまた小回りが利くのが特徴です 高橋市が車両2台を導入し、1日8便運行、日本遺産を構成する文化財など6か所をおよそ30分かけて無料で巡ります。環境にも優しくて、安全で楽しい乗り物ですので、みんなで、府警の新しい魅力に育てていきたいと考えております。11月末までの主に土曜、日曜、祝日に運行されます。